福岡の田中誠選手です。2日間走ってみてどうですか。そうですね。まああの感触はぼちぼちだと思います。明日は明日はあの稲生の後ろにつかせてもらいます。稲川選手なんでも強いですもんね。そうですね。はい。なんか増田もまくって優勝してたんで、はい。まあ、強いところは見てるんで期待したいと思います。じゃファンに一言お願いします。はい。えー 優勝を目指して頑張ります。応援お願いします。神奈川の斉藤達也選手です。2日間走ってみてどうですか。そうですね。昨日はえー、っと久しぶりにキュを取ってしまったんですけども、えー、今日は久しぶりに一着を取れたんで、えー、足自体の調子は悪くないです。なんか強力なラインですね。そうですね。4社揃ってるんであの結束力では一番あります。佐世保のバンクなんかどうです。 そうですね。ええー、まあ、ちょっと昨日は寒くて。重かったんですけども、今日はそんなに寒くなく、そんな重くも感じなかったですね。ファンに一言お願いします。はい、えー、新年一発目なんで、優勝します。お願いします。茨城の吉沢順平選手です。2日間走ってみて、どうですか。そうですね。あの、二日間逃げられてるんですけど、まあ、末が甘いんで、明日はしっかり粘れるように頑張りたいです。 でもダッシュのやっぱスピードはいいですよね。そうですまあできれてるんで、まあはい良かったかです、ね、で明日はももちろん先頭で、はい明日はしっかりはい戦闘で頑張ってはいはいおいじゃファニー一言お願いします。あの明日も精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。青森の佐々木昇二選手です。2日間始めてどうですか。そうですね。連日林佐君、吉沢君が頑張ってくれたおかげで決勝になりました。 吉田君もね強かったですこねそうですね。あのー、バッチリのタイミングで行ってくれて恵まれました。明日も。そうですね。明日も吉田君の三番手勝ちます、はい。どうです。この差数分もちょっとお今回重いに言ってるんですけど、重いです。そうですね。自分はまあ青森から来ているんでん、ね、まあそもそも気にならずな重くも感じずまあ調子いいですね。すねはい。はい。じゃファンに一言お願いします。 えーと明日もしっかり吉田君のサーブでつけて、ゴール前勝負できるように頑張るので、応援よろしくお願いしくます千葉の山賀正人選手です、2日間走ってみて、どうですかそうですねあの、初日はちょっと凡走だったし、まあ、あの準決勝も、はい、ちょっとコースが空いたんで、はい、運が良かったなと思います明日は菊池選手そうですね、はい、なんかで話し合って、はい、回らせてもらいます。 選手な何でもなんか強いですよね。そうですね見てるとはい、まあ気温のタイプなんで何でもできると思います。ライターの時間帯とかこの寒さはまあ大丈夫です。番にしとこでお願いします。静岡の菊地俊太郎選手です。2日目初めてどうですか。そうですねまあ天候に今日は恵まれて初めての決勝なんで、まあ、明日は本当責任感を持って頑張りたいなと思います。いや何がの先輩がみんないや気温でやっぱり。 ねついてて安心みたいな感じで言ってますよ。そうですね。まあ自分の中ではまだまだその自分でやりたいレースっていうのがしっかり確立できてないので、もうこれからもっともっと上で戦えるようにやっていきたいなと思います。このサセボのバンクはちょっと冷え込んだんですけど、その辺はどうです？いやもう昨日なんか寒くてちょっと本当に外出るのが嫌でした。はい、そうですか。<laughs> 今日は慣れてました。ちょっとそうですね。今日は昨日よりも暖かかったしまあ、昨日の寒さを体験してたので、でね、まだ体がよく動いた方だと思います。じゃあファンに一言お願いします。しっかり頑張りたいなと思います。応援してください。よろしくお願いします。はい、大阪の田舎は翔選手です。2日間走ってみてどうですか？そうですね。まあ、2日間藤木君と同じレースだったんですけどもまあ、2日目も。 四コーナーまで二人で決まったかなと思ったんですけども。まあ、なかなか甘くはなかったですね。いや、自分はびっくりしたんですけど、やっぱその三着になったらショックはあります。いや、自分的には、あのー、そういうことは全くないんですけども。まあ、期待してくれてたお客さんには迷惑かけたかなと思います。ファンに一言お願いします。はい、えっと、まあ、決勝は、あのー、いいメンバーが揃ったんですけども、まあ、しっかり。 自分もゴール勝負して優勝したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。神奈川の川崎健次選手です。2日間してみてどうですか。えっと初日より今日の方が調子良くなってきてると思います。早そうもの急に初日から冷え込んで皆さん,んなさあ重いって言うんですけどどうです乗ってみて。えっと昨日はもうすごく重く感じたんですけど、もう今日はちょっと気温も上がった分軽く感じました。そ, <laughs> そのバンクロクセなんかももう大丈夫です。 あもう全然あの大丈夫です,ああですはい明日はあの南海ではい南関東の四番手で頑張ります、はい、じゃファンに一言お願いしますえー、まあ南関東を結束して一生懸命頑張ります応援よろしくお願いします宮城の和田圭選手です二日走ってみてどうですかえー、足の調子はいいと思います吉田選手もやっぱタイミングがいいですよねそうですねあのすごい強くてあのー、いいですねはい明日もこのラインで はい、しっかり頑張ります。はい、サセ速はどうです。走ってみて。そうですね。あの過去2回は記念だったんですけど、はい、あの2つともあの決勝まで行けたんで、はい、あのすごいいいと思いますね。はい。はい、じゃあ、あファンに一言お願いします、はいえー。優勝目指して頑張ります。